皆さんこんにちは。白神こだま工房パン教室クローストゥーの大西です。本日はですね、だし巻き卵を使ったサンドイッチの作り方というか、そういったものをねご紹介してみようかなと思って、 YouTube 一本ちょっと撮ってみようかなと思って撮影しています。先週ですね、レッスンで、生徒様から、レッスンランチの際にですね、たまたま、私がいつも焼いているだし巻き卵を、焼いて、それを挟んだベーグルサンドをね提供したらですね、すごくこのだし巻き卵が美味しいんですけどっていうね、こういうのを何人かこう伺って、その場でパパッとちょっとねこういう作り方ですよみたいなことをお話ししたんですけれども、とてもね評判が良かったので、YouTube で1本撮ってみたらどうかなと思って、はい、今日も本日は撮影しています。それでは、作り方をねこれから簡単にご紹介していけたらいいなと思うので、ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。食パンが、2切れですね、サンドイッチなんでね。で、卵です。で、ちょっと卵すいません動いちゃうんでちょっと下置きますね。卵、お砂糖ですね。お砂糖がこちら小さじ1になってます。お水、簡単に使えるヤマキのだしの素でございます。もう今日は卵1個でちょっと作ってみようかと思うので、これを4分の1、入れていくって感じでやっていきたいと思います。なので、卵、あとすいません、塩ですね。はい、ではねスタートしていきたいと思います。まずね、卵ですね、こちらを、割りますね。サイズは何でも大丈夫だと思うんですけど、今日はこれミックス卵っていうのを買ったんですけど、ちょうど使ったのは少し小さめかな。でこの中に、で次砂糖、お水で、これだしの素をちょっとこう 1g ぐらいが4分の1ぐらいの量かなっていう量をね今入れていきました。軽く一つまみちょっと入れるといいと思います。ちょっとね塩味があるとね砂糖の甘さが引き立つのでね、美味しいかなと思います。はい、では次よく混ぜる。って思った時にこう空気を含ませるというよりかは、こう箸をね根元というか底にこうつけてですね、両方にこう、もう非常に切れてる、そんな感じで、ちょっとね水が入るとみずみずしい、水ですからねみずみずしい感じになって、私はとても好きなのでね、そういった感じにして入れてます。はい、はい、では卵をね焼いていきたいと思います。まず火をねつけますね。そして火を中火ぐらいですかね、全体的にフライパンがこう卵焼き器が温まるまでね、ちょっと加熱していきたいと思います。あ、そうだ、分量にちょっと書いてなかったんですけれども、この焼く時のね油は、はい、必要になりますので、小さじ1ぐらいですかね、これぐらいを入れて、はい、鍋をね温めていきたいと思います。だいぶいい感じでね温まってきたので、入れていきたいと思います。こちらの、そうですね、半量ぐらいかな、入れていきたいと思います。1個だからすごい小さいですね大丈夫です、こんな感じですけど、はい、多少ねこのできてないところがあっても大丈夫なので、で、こちらのね、はい、少し焼けたかなと思ったら、これをこう返してねいきますね。ます。はい、でそして次、はい、またこの卵をこう入れて、そして、はい、こんな感じで巻いて、はい、いきますね。そしてまた最後、ちょっと穴開いちゃいましたけどすいませんね、巻いて、はい、いきます。中火でちょうどいい感じですね。さっさっさ、あ、綺麗な色、綺麗な色。はい、そしてふわっと巻けました。あ、いい感じのふわふわ感。巻けました。もうこのぐらいの色でね、はい、出しちゃっていいですね。あまり加熱するとね、卵のふわふわ感が少し消えてしまうので、で、これで、はい、下に出していきます。はい、
少しまな板の上に出してね、冷ましていきたいなと思います。はい、ではパンにね、こちらにからしと和えた、マヨネーズをね、こんな感じで今、混ぜてみました。はい、でこれを、はい、こちらにね塗っていきたいと思いますね。さっさっさと、なんか美味しい香りがしますね。はい、これは適量で、分量書いてないですけど、お好みのね量でちょっとね軽く塗ってみてください。こんな感じで塗れましたね。そして先ほどのだし巻き卵、ずいぶん細長いですけれどもね、これをここに半分に切ってですね、はい、半分に切ってこういった感じで中心に乗せていきたいと思います。そしてこれをこのように挟んで馴染むまでね落ち着かせたいなと思います。もう濡れたちょっと薄手の布巾なんかでこうねかぶせてあげると、生地が非常に落ち着くと思うので、こちらでちょっとねこう包んで様子を見たいと思います。少しね待ってから切った方が、はい、落ち着くかなと思うので、こんな感じで、はい、ちょっと馴染ませておきたいと思います。10分ほど経ったので先ほどのねおサンドちょっと見てみたいと思いますね。はい、だいぶなんかしっとりした感じがしますね。はい、なんかだいぶ落ち着いた感じです。では、こちらをね、はい、今からね切っていきたいと思います。こう縦に切っていく感じになります。それでは、はいはい、スースースー、こんな感じで、はい、できました。こういった形になりました。ちょっとこちらを今切ってますね。はい、この耳はまた何かにね、はい、使うといいかなと思います。一つの方もね耳をちょっと切りたいと思います。完成いたしました。はい、こういった形でお送りしましたけれども、いかがでしたでしょうか。完成したね、卵サンドがこちら、今手元にね、持ってきました。こんな感じでは、これからねちょっと実食って感じでちょっと一つ食べてみたいと思います。卵がこうふわふわなのね。これがお水をねやはり入れているっていうのが、まあ、ポイントで、お水というかこれ、まあ、だし汁だったらそのままだし汁で水が入ってるんですけど、粉末状のだしを使う時は、まあ、お水を入れるっていうのがちょっと、ポイントかなと思いますね。少しお水を入れることによって卵がこうみずみずしくこうふわふわした感じがね、冷めてもちょっとキープできてるかなと思います。からしマヨネーズの味がね、少しこうパンチがあって、からしマヨネーズは少し多めにからしを入れたり、もうお好みでねもう使い分けていただくといいかなと、はい、思います。こういった感じでね、ぜひ、はい、だし巻き卵サンドぜひ作ってみて楽しんでみてください。一時でですね一人のお昼ご飯としてちょっと作ったんですね。本当はもっと作りやすいのはこれ2倍にして、もう少し大きい卵焼きにしてやるともっとねいいかなと思うんですけれども、こういう一人のランチの時でもね割と簡単に卵一つあればねパパッとこういうのもいいかなと思います。で今これちょうど2つ一緒になっちゃってるんですけど、ここをね半分に切ってこう一口の卵サンドみたいなそんな感じにしてもね面白いかなと思うので、はい、パーティーなんかにこうお出しするのもいいんじゃないかなと、はい、思います。ではこういった感じでオープンいたしました。本日もご視聴いただきありがとうございました。それではさようなら。